おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。さて今回はですね、エスカレーターの未来についてでも話しますか。この人は何を言っているんだろう。いやね、ちょっと前にニュースでやってたんよ。エスカレーター特集。またマニアックな。急遽録画したよね。嘘つけや。録画しよってたよね。誰がだよ。あのな、これプロスピ動画だぜ。初見の人どう思うよ。プロスピの動画見ようって思ったのにこれじゃがっかりだろ。いやプロスピもエスカレーターみたいなとこあるし。どこがですか。先に進んでいるようで同じとこぐるぐる回ってるとことか。お前プロスピやってて楽しい？そもそもなんだよエスカレーターって。じゃあもう二度とエスカレーター乗らないんだな。やだよこの人。まあ聞きやんせ。エスカレーターのマナーってご存知で？まあ言いたいことはなんとなくわかるけど。知ったかすんなやこの黒髪パッツンが。他に誰か見えてる？いやあれだろ。基本的に一段に二人並んで乗りましょうってやつ。でも現実はどこ行っても片側開けてるからな。左側に立ち止まって右側は歩く人用に開けてしまっている。あ、関西は逆か。エスカレーターは歩かずに立ち止まって乗りましょうってことだ。こいつメンタリストなのか？当てすぎてしまったようだ。人が多いところだとエスカレーター乗るのに並んでるでしょ。しかも片側だけに。駅なんかでよく見るな。どうですか皆さん。二人ずつ並んで乗るだけでだいぶ解消されるはずなのに、変に空気読んで片側だけに並んでませんか？立ち止まる勇気持ってますか？私は特に急いでもないのに仕方なく空いてる側歩いてます。一番しょうもない。でなんかそれを解消するために。こういうの開発されたみたい。これは LED ライトでここに立つんだよと誘導するもの。なるほどな。でもこんなんで解決するかな。つうかそもそもだな。ずっと思ってることなんですが。これエスカレーターだとします。ここの幅狭ない？マリサはそこら辺どう考えてるよ。さっきからずっと何を言ってんだろうって考えてる。うん、なるほどね。それも一理あるよね。一理あるんか。狭いから一段飛ばしで乗るのが常識になってますよね。だってこれ続けて乗るとさ。こうギリギリで乗れると思うじゃない？これ知らない人だと思うとすごく嫌ですね。で、ここから進んでくわけだ。マラカス。え、マラカス？後ろの人なんで急にマラカス取り出してんの？そりゃこの世の中いろんな人がいるからな。なぜ今変わってる人を呼び出した。で、まあさらに進んでいくとだな。先に進めよ。どう考えても狭いよね。それ以前にこいつがおかしいんだよ。こんなに狭いと当たってないでトラブルになる可能性もある。確実に当たってるよ、踊ってるんだもん。やばい、逃げて逃げて。うん、じゃねえよ逃げろよ。こいつも鈍感すぎるだろ。エスカレーターの話したいんだった。このまま進みますと。こんな悲劇が起きてしまうわけだ。弱い、あれ見てからじゃカバン当たるだけでは弱いよ。なのでここの幅を 1.5 倍くらいに広くしてみたらどうでしょうかね。こいついろんな武器持ってんな。そうすることでもうちょいスムーズになると思うんですよ。カレーズ避けた。マリサはそこら辺どう思う？どっちもどっちだよこいつらは。うん、なるほどね。それも一理あるよね。お前さっきから何も聞いてねえだろ。というのが私からの提案でした。そんなんで混雑解消するかな。まあ、そもそもが混雑防止ってより歩くの危ないからなんだけどね。そこら辺どう思った？うるせえよ。うん、それも一理あるよね。話聞けや。はい、プロスピやっていきます。センター追加されました。俊足の選手が勢揃いだぜ。それすなわちほぼほぼ総力型と、あかんかな。いや、あかんことはないんだけどね。はっきり言って微妙だろ、プロスピの能力的には。ちょっと前まではセンターといえばギータや丸さんなど、激アツポジションだったのに。まあまあ、今回のセンター巨人からはこの選手。重信選手の登場だぜ。重さん欲しい。欲しいんじゃねえか。まさに俊足、趣味は車いじり、伸び悩む YouTube、チャンネル登録よろしく。というわけで重信ブリンソン新之助の登場だ。ブリンソン。決してスタメンとは言えないですけど、ブリンソンいなくなっちゃったからな。だからって勝手にブリンソンの意思受け継がせないでください。スタメンが固定されないとプロスピ的にも厳しいですよ。限界突破がきついよな。重さんに関しては全然無理ですね。正直引いたら困るレベルだ。結局欲しくねえのかよ。総力型を極みにするために限界突破コーチ5枚は使えんよ。まあオーダー状況にはよるけどな。うちはいらん。重信選手の S ランクは2019シリーズ2以来、A ランクも出てないからな。さすがに厳しいか。はい、次行きましょう。ワールドスターが一遍に来ました。大谷選手は打者と投手両方で登場したな。あなたの翔平はどちら？ベンザブロックみたいに言うなよ。いつものごとく私には関係ないです。この先関係を持ちたいとも思いません。皆さんなるべく巨人で頑張ってほしいですね。戸郷投手は行きそうだけどな。行きたくないよ。まあこれ引く人はですね、メジャーリーガーの登場に浮かれてお年玉使いすぎないように気をつけましょう。一応こいつにも触れておきます。1月9日から始まりました V ロード感謝祭。
19日までの開催だぜ。なぜか急に V ロードへ感謝しろと言われても困りますが、とにかく V ロードやってればポイント貯まってアイテムもらえますから。ぜひスペシャルアイコンをゲットしよう。そこじゃねえだろ。じゃあ契約書開封しますね。無料10連も来てたな。そいつも引いていきますが、S ランクかき集めて最後にミキサーやるか。吉川選手狙いだな。どんどん追加されてますからね。本気で狙うなら早めの方が良きかな。ではご褒美タイムから行きましょう。167エナジー、V ロード感謝祭でアイテムもいっぱい。さて契約書契約書。どっち一回全体を確認します。新年運試しも引きますからね。そう、まだ私は正月気分だ。1月半分終わるぞ。うん、ドブイロもそれなりにあるし、いつも通りドブイロから。直樹を契約書から引ければ話は早いんだがな。シリーズ2後半に来るであろう選択契約書。そこ引かないで済めばエナジーだいぶ余裕できるぜ。まあその前に欲しい OB 出たらそっち優先するかもだし。とにかくミート型や、ミート型が欲しいんや。お、ちょうど10枚のパターンではないか。じゃドブイロ10連。早送りでお届けされてますね。いい引きはしてないと。でも A ランク以上は確定してるぜ。じゃあ A ランク止まりか。ですよね。第一鈴木。のみと。いいでしょう。仕切り直しだ。お次は確率契約書引きますが。さあ運試しはどうか。先に 10% から引いちゃいましょう。3枚か。どうしよっかな。30% も一緒に引けば？こっちの 30% は一緒に引いて。運試しプレゼントは運試しとして別に引くか。うん、そうしましょう。S ランク確率 10% 契約書が3枚、30% 契約書が1枚の4連だけですが、ここはぜひ S ランクを。不意打ちボインレイ。やるねえ。よしよし、最低限の目標は達成。あとは2枚引きか巨人引きかを願います。2枚引きに一歩近づく。ボインレイ、ボインレイ祭り開催中。惜しくも2枚引き確定はならず。じゃあ当たれー。ダメですか。さあどこで来るよ S ランク。計算いいねえ。いつ S ランク引いてもいいぞ。極みにしてあげるからね。さあ2枚目。はいここ。マジいらねえ、ソガ。そんな引きをしたかった。え、全然いらないんですけど。腹立つなこいつ。さあまだまだ2枚引きを諦めたわけじゃないぞ。直樹くれー。ミッシーマからの、ラストは。A でした。マキノンエース。まあ、S ランク引けたしいいでしょう。選手は外れだったけどな。お前わざと言ってんだろ。ではお待たせ運試しおみくじ契約書。1枚でも大吉引ければいいな。現実と違って大吉出るまで引くとかできないからな。まずおみくじ何回も引くなよ。あ、つうか今回 S ランク契約書はないんか。さっき S ランク引いといてよかったぜ。じゃあお願いします。末吉ですね。今日だろ。限りなく今日に近い末吉ですね。なんそれ。いたわー。小吉ですね。小吉だろ。なんつって。うまい、手榴弾1個持ってきて。すいません爆破しないで。圧縮に使えるんだからよかったじゃん。まあな、じゃ中吉ってことで。はい、運試しラスト。マジかー。30%3 枚で S ランク2枚は大当たり。ってことは文句なしで、今年の運勢は、吉です。ミキサー次回にしますわ。思ったより取れ高あって嬉しい限り。今回はこれ引いて終わっときましょう。一応ね、また巨人引けるかもしれんから。さっきも言ったけど一番の狙いは吉川選手だよな。そうでいばあろう。まあ、その次はしげさん以外なら誰でもって感じ。能力的には菅野さんか5525がいいけど、結局全員欲しいからな。それでは引かせていただきます。赤い、まるで血液が沸騰しているようだ。どういうこと？長子くん、ボインレイ。いいですよ。ボインレイ祭りはまだ開催されていたと。さあ2枚引きは。ダメか。
まだまだチャンスはあるぜ。とは言いましてもね、なかなかあと一個が出ねえんだわ。とか言いつつ期待するのは？ポインレイ祭り本格的に開催中だ。いやマジで絶好調だな。さらに自チーム確定も出ちゃったりしちゃったり？ねえか。でも2枚引きは確定しました。今回だけで S ランク大量ゲッツ。さあ1枚目の S ランクは？おっと、お主は誰じゃい？マジいらねえ、ソガ。なんなんだその無駄な引きは。え、全然いらないんですけど。それやめんかい。だって巨人純正からしたら巨人に絶対来ない人はいらないもん。まあ、確かに巨人以外だったら一緒か。はい、無料10連の結果は S ランク2枚。さてラスト確定分は誰やねん。また巨人に絶対来ない人でした。うん、間違いない。